それでは佐高元先生、よろしくお願い申し上げます。拍手で。あ、落ちない。眩しくてこう皆さん方の顔は見えなくて、皆さん方からはこちらの顔が見えるという非常にやりにくい状況なので、まあいいです、いいです、大丈夫です。今川辺先生からね、丁寧にご説明いただいて、これ逆だったらよかったんだ、私がバフとした話をしてですね、その後緻密にお話、具体的なお話をしていただいた方が良かったと思うんですが、まあ、草島君が若いもんですから、あまり順序よく分かってない人ね、いいよ、ちょっと外れてもらって。それでさっきもご紹介ありましたけども、私は親父とおふくろがまあ完全に最上の人間で、この新庄につい3年前まで、3年前かな、墓がありました。朝鮮寺っていう駅前のとこですね、あそこに墓があって、まあ法事とか 墓参りになってくると、その後、その親父の大親友っていうかの友達だった人がやっていたうなぎの蔦屋支店ですね、早坂さんっていうところで、うなぎを食べて酒田に帰るというのが大体の日課っていうか、そのスケジュールだったんですね。そういう話は今日の話とは あまり関係ない話ですけれども、それで、さっき一番最初に出ました川辺川ダムっていうのは、私はあそこに実際に行きました。今日お配りしてあるこの後ろ、一番後ろですか、庄内日報に書いた「海川にダムを作るなかれ」というところに今書きましたけれども、その皆さんご承知かと思いますけども、作家の椎名誠さんとですね、カヌイストの野田智介さんなんかと一緒に、その川辺川ダム作ることによって、清流がやっぱりなくなると、それはとんでもないということで話しに行ったわけですね。ですからその後もその川辺川がどうなるのかと、川辺川ダムがどうなるのかということは注目しておりましたけれども、そしたらその後の塩谷さんという女性の知事と、そして川島さんという現在の知事ですね、によって塩谷さんがストップをかけて、そして川島さんで完全に止まったわけですね。やっぱり大変に今さまざまな抵抗があったと思うんですけども、塩谷さんというその女性の知事がやっぱり最初にストップをかけて頑張った。で、私はどっちかっていうと男性の知事よりは女性の知事に期待している方なんですけどもね、ですから我が山形の知事にも非常に期待をしておる、期待できない知事も北海道あたりにもありますけれどもそのところがやっぱりその歴史に学んでないという感じがするわけですね。で、こう船がありますと、皆さんご承知のように船がずっといると、そこに富士壺みたいな貝とかがたくさんこうつくんですね。で、まだ新しい船だとそれがつくの度合いが少ないんですけども、早くもやっぱり吉村っていう知事の船に変な貝がこうくっついてるんですね。で、それがやっぱりこう何てますか、やっぱりなんかやりたい、大体私はここにも書きましたけど、役人っていうのは大体ね、厄介者の役人とか実際の現場を本当に知らないわけですよ。で、長良川河口堰というのがありました。さっき草島が言ってましたけども、長良川河口堰って行くとですね、一番びっくりしたのは魚道っていう魚が通る道って、つまり
あの河口堰を作ってしまうと魚が登って帰ってこれなくなるんですね。だからというふうに言ったら、そういうふうに反対運動を展開したらですね、じゃあ、魚の道をつければいいんだろうっていうことを言うわけです、役人は。で、河口堰に橋の方に道を作るんですね。そうすると、じゃあ魚は壁にぶつ、コンクリートの壁にぶつかっていけないとなったら、ずっとこう探していって魚の道をたどるんだと、こういうふうに考える頭ってどういう頭かっていうんですよね。私はそこで穴あきダムというふうなものを考える役人の頭に穴が開いてるんだというふうに言いましたけど、皆さん方は笑いますけどもね、我々が常識で考えてそれはないだろうと思うことを彼らは強行してくるんですよ。だから私たちが自然に考えて、まさかその役人ってのはそんなことをへりくつとして言わないだろうということを言ってくる。去年の 3.11 でまさに原発というものが福島で原発災害というのを引き起こしたわけですね。で、あの原発災害というのも、私はやっぱり経済産業省という役人と、それと一体となった東京電力というものが引き起こした。でそこにまた川合さんみたいな人でない学者ですね、なんていうかこう利権によって動くような学者っていうのがいるわけですね。それがくっついて、まあ、原子力村と。で、皆さん方ずっとあの時に NHK のテレビでずっと出てきた東大教授の関村直人っていう人ご存知でしょ。もう忘れちゃったかもしれないけど、ずっと出てましたよね。で、関村直人は最初の頃の原発が起こった時に、メルトダウンはしてないんだって言ったんですよね。メルトダウン、福島第一原発、メルトダウンしてないんだって言ったでしょ。ところが、かなり早い段階でメルトダウンをしてたことは分かってたわけですよ。ちゃんと考えれば分かる。私が今度対談の本を出す京都大学助教、つまり講師のままに置かれている、助手のままに置かれている小出弘明さんという人と、対談の本を出すんですけども、小出さんも言ってましたけども、その原子力の専門の人ならね、メルトダウンしてるってことは分かると。ところがメルトダウンしてないっていうような人を NHK は出し続けたわけですね。で、さすがにメルトダウンしてたということが分かったら、もう分かったというか発表したというか、その逃れようがなくなったら関村直人出てこなくなったでしょ。皆さん方はなんかいつの間にか出てこなくなったなぐらいしか考えてないからもしれませんけども、出てこなくなったんですよ。今どっかどんな新聞とかあれが取材に行っても合わない。だから私はいろんな公園で言って歩いてる、関村直人の頭が最初からメルトダウンしてるんですよ。ね、だからこう次々とね、考えられないようなことを彼らはやってくるんです。私たちがそこまでひどいことは考えないだろうとかいうふうなことを考える。つまり原子力発電の時代は終わったというようなのは明らかでしょ。で、これは終わったよりも終わらせなきゃなんないですよね。それと同じように、それよりずっと前にダムの時代は終わってんですよ。ね、今さら何を考えてんだという。ダムを今やろうという山形県のなんとか部長とかそういう土木関係の、原発をこれからやろうとするのと同じことなの、彼らの頭は。つまりそこには本当の意味の住民のこととか生活とか、そういうことを考えてないわけ。
原子力村の経済産業省の役人とか、まあひどいですよね。あの今の野田土壌内閣が、民主党政権が今度の選挙では多分自民党に負けるだろうと、せめて負け数を少なくするように2030年代に原発ゼロとか閣議決定するとか言ってて、そしたら経団連というね利権団体みたいなところが米倉っていう本当にもう頭がサイコラメロドダウンしてるおじいちゃんいるでしょ経団連会長、あれが出てきて何か言ったら野田の腰が簡単に砕けて閣議決定はしなかったわけですね。だから原発の時代が終わったと、同じようにダムの時代はすでに終わっていると、あるいは終わらせなきゃなんないと、そういう時に何を考えてるんだというふうになるわけ。長良川河口堰の時にはですね、さっき草島君が言ってましたけども、ずっといわば徹夜の討論会というか徹夜のアピールずっとやるんですね。何時から何時まで喋るっていう。でその時にまあちょっと余談になりますけども、私はシンガーソングライターミュージシャンの小室仁っていう人と初めて会ったわけですよ。小室さんもその長良川河口堰、そういう変なものを作るべきではないというところに来てた。で小室仁っていう人は、私のまさに高校1年からの大親友である三浦幸喜というね、なんか伝説の音楽プロデューサーって言われてるらしいですけども、ベルウッドレコードでハッピーエンドとか友部正人とか何ですか高田渡とか、知る人ぞ知る歌を全部作って、矢野顕子とか木梨昇吉とかね、彼氏が私の15歳からの、まあ、友達なんですけども、その三浦がその小室仁さんのレコードをディレクターとして作ったということを聞いてたんで、小室さんのことは三浦からよく聞いてますって言ったんですね。そしたら小室さんがびっくりしたらしい。なんか私はね、なんか硬派のガチガチの硬派、実際そうなんですけどねガチガチの硬派とこう見られてるわけですね。で音楽なんかやる三浦は、まあ、ある種のナンパとこう見られてるわけですよ。でナンパの三浦と私がこう結びつかなかった。それで小室さんは次の日三浦に電話して、三浦は佐高さんと友達なのかという話になったわけですね。でもそれこそ15からの、まあ、50友達だという話になって、で3人で会おうってなって3人で話した。そしてそれを小室さんが井上陽水に伝えてですね、そしたら井上陽水が、あ、佐高さんなら私も会いたいんだという話で4人で会ったわけですよ、ね。でその後、まあいろんな話をしたりするんですけども、だから私は酔っ払うとですよ、調べでは言いませんけども、酔っ払うと俺が陽水のファンなんではなくて陽水が俺のファンだということを言っているわけですね。何の話かというと、ね、長良川河口堰の話なんです。で長良川河口堰の話もその中聞く、川の水の中に空気が足りなくなるというふうな話をして、だんだん実際その役人の頭っていうのはね、全部自然をコントロールできるっていうのは錯覚から出発するんですね。そして実際にそうでない話が出てくるとまたとんでもないことを考えるんですよ。あの時でも何て言うんですかね、水の中、川の中に酸素を送り込む船みたいなのを作り出してね、ポンプみたいにして船、酸素を送り込むわけ。長良川その河口堰のあたりに作った後ですよ、その足りなくなると、まあ
犯罪でしょ。で、私はその時に星野義郎さんっていうね、あの技術評論家の言ったことを私がインタビューしたことあって、その時思い出した。平均値主義の愚劣さっていう怖さ、つまり例えばこの会場を締め切られている会場だとしますか。その時にここに皆さん含めてたくさんの人間がいらっしゃる、いるから、ここに完全に締め切ったら酸素足りなくなるわけですね。そうするとちょうど足りなくなったことを見計らってどっかから酸素を入れると。定期的に入れないともう大変ですから、定期的に入れるわけですね。ところが入れる人がある時ちょっと忘れちゃった、入れる人が一回忘れちゃったから、次の時に2倍の酸素を入れてでもこれ平均すると大丈夫なんですよね。しかし生物、生き物というのは異常な値、異常値に一瞬でもぶつかればそこで死んじゃうわけですよ。ところが役人の頭っていうのは皆さんが笑った平均の頭なんです。その時忘れたら後から2倍入れればいいだろうっていう考え、こういうことでこう渡ってきてる人たちが役人という人なんですね。その平均値主義の愚劣さっていうのはね、私はその時聞いてすごい衝撃を受けたんですよ。なるほどなと思って、それこそ30歳ぐらいの時にインタビューしてあれですから37年前ぐらい、それからずっと忘れられない。異常な値に瞬間的にぶつかればそれで死んじゃうと、そういうことをまさにこう忘れているということなんだろうと思うんですね。それから今度のとか3.11 にまつわる原発災害というふうなものが教えたのは、多数という数という多数のある種の不明、つまりそれまで原発は安全だというのが金に買われて安全だという世論になってたわけですね。私が書いた原発文化人50人切りっていう本があります。なで切りしたんですね。ビートたけしとか吉本龍明とか中曽根康弘とか、そういう人を実名上げてバサバサとやった。その中でですね、そうでない人たちって原発やっぱりおかしいんだよと言っていた小出博明さんとか高木甚三郎ってのは残念ながら少数派だったんですね。しかし少数派の言ってたことが正しかったんだということがようやく証明されたわけですよ。しかし証明された時には遅いんですね。多数というのはある種かなり生々しい言い方をすれば金に買われた多数です。皆さん方今日ねお集まりの善良な善男善女、善良な善男善女って当たり前の話ですよね善良でない善男善女ってなかなかいないんだと思うんですけどもただなんていうか、私もかつての私も含めてですけども、善男善女ってのはあんまりこう悪いことは想像したくない、そこまで
人間悪くはないだろうとか、そこまでひどいものではないだろうという人たちなんですね。どっちかというと、やはり想像力に欠ける人たちなんですよね。で、私がその原発文化人50人切りの中で書いた話があるわけですけれども、今から20年ぐらい前の青森県知事選挙ですね。青森県知事選挙で、青森ってのは6ヶ所村がありますから、原発推進派、もちろんね、原発推進派、それから原発反対派がいる、そしていつの世にもいる一時凍結派っていうのがいるわけですね。右でもない左でもないみたいな一時凍結派で、この大体3人が立った。で、一時凍結派が選挙応援にアントニオ猪木を頼もうとした。アントニオ猪木ってのは皆様だな、大したなんだその人みたいな顔になるかもしれませんけれども、これはあのかなり人気があるわけですね。一般的な AKB ファン含めてこうたくさん人気があるわけですよ。知ってますね、あの1になんとかなんとかダーンとかやるんですよ。アントニオ猪木に150万円出すから来てくれという話になったね。ったらそれを聞いた原発推進派、この原発推進派の後ろには電力会社がついている、電気事業連業、連合会、電力会社の集まりである電気事業連合会、いわゆる電事連っていうのがついているわけですよ。それでその電事連がそれを聞いて、いやうちはもっと出すからうちに応援来てくれって話になった。そしたら猪木は分かったと言って慌てて150万円を返してそして推進派の応援に行ったわけですね。さてここで問題ですって話になる。猪木はいくらもらったんでしょう。これをあの私があのサンデーモーニングっていうので時々一緒になる中央大学の教授の目方元子さんっていうあの人のところで学生に喋ってくれって言って行った。でこの話をして学生に聞いていった。さていくらでしょう。つまり150万円よりは高いわけですよね。そう200万とかね300万とか言うんですよ学生がね。なかなか上がらない。それでまあ1000万とか言う人出た。そこで答えを言ったんですけども、答えは1億です。1億。これね、私何の根拠もなくこういうことを書くと訴えられるんですよね。私はご承知かどうか、サンデーモーニングで木村豪という日本、何でしたっけ、新興銀行、古い起こす銀行のね会長の木村豪、これが堀江門なんかよりもっと早く捕まるべきなんだっていうことを言っちゃって訴えられちゃったんですね。ご覧になってる方はご承知かもしれませんけど、朝あれ日曜日の朝8時から10時なんですね。で私はまあ大体夜中の2時か3時ぐらいまで原稿書いたり、時代劇専門チャンネル見たりしてますから寝るのは3時もある。起きるのがまあ9時から10時ぐらいですね。あまりこうだからあの時間あまりはっきり目覚めてはいないわけですよ。それであの時にその、まあ、あの時に NHK ならぬ MHK っていうの、小泉竹中平蔵というとんでもないやつの改革、過去の改革によって浮かび上がった平野が3人ですね。村上、春樹じゃないや、村上、義明とその堀江門と木村豪ですね。でその時点で村上と堀
堀江門は捕まってたか、それは実名で言ってたわけですね。で木村郷はまだ捕まってなかった。だから K こそ早く捕まえるべきなんだって言ったんですね。 K、K って言ったら関口宏さんが K って誰ですかって言ったんですよ。まあそれは司会者聞きますよね、 K って言ってた。で私はその時だからはっきり目覚めてればですよ。目覚めていれば関口さん K は K ですよ、あはははって笑ってごまかせたんですけども、夢かうつつかっていう状態だから、K って誰ですかって聞いた時、木村どうですよってバッと言っちゃったの。これで訴えられて大変だった。3000万名誉毀損、3000万円払いっていう話だ、ね、私も弁護士雇って交代して1年ぐらいですか、次の年の6月、あれが2009年の3月ぐらいの話ですね。で2010年の5月末に木村が日本新興銀行の会長を辞めざるを得なくなる。で6月1日付で向こうが訴えを取り下げたわけです。で3000万円取らない連絡で済んだわけですけれども、でその後1ヶ月ぐらいしてまた呼ばれてですね、出たわけですね。そしたら関口さんが、お勤めご苦労さんでした、ね、大体もそういう、まあ、話をしててですね、だからまた訴えられちゃかなわないから、アントニオ猪木の話は、猪木の秘書をしていた佐藤久美子っていう人が議員秘書捨て身の告白っていう本の中に書いてる。1億猪木はもらったって書いてある。だからその引用できるわけですね。訴えるならそちらを先にどうぞって言うんですよね。1億ですよ、たかだかって言っちゃ悪いけども、選挙で1億ということは、関村直人、さっきの頭メルトダウンしてた東京大学教授なんかもどのくらいね、その金で買われてるんですよ結局、家畜のように。ワンって言えば、まあ、また一声いくらとかあるんでしょうやっぱりね。そういう状況の中で話が進んでいくと、で今の日本の不幸はですね、もう一つの不幸は自民党と民主党にほとんど違いがないということですね。ライスカレーとカレーライスの違いでしかない。だってまさにそうですよね。自由民主党と民主党っていう、自由がないかあるかの違い。でも自民党の方に自由があるようにも見えないという、これはもう一つ話としてずれますけれども、小選挙区制の問題なんですよ。小選挙区制というのが必然的にこういうことをもたらす。小選挙区制というのは一つの選挙区から一人ということですね。一人区制という、これは 51% を取った人が当選し、 49% 取っても落ちるということですね。最初から 49% の票は切り捨てられるということですよ。でこれをもうちょっと分かりやすく、 60% 対 40% というふうにしますか。 60% 取った人が当選し、 40% 取った人が落ちると、その時に投票率が 50% だとしたらどうなるか。そうすると全体の 30% の票しか取ってない人が 100% の顔をするってことですね。これが小選挙区制と。でこの小選挙区制というのは昔からファシズムの元だと言われて、ずっと反対で、政治家はそれやりたいよ、小選挙区制をね。でその二大政党制っていうのは、なんか
政権交代変なことやったら A 党から B 党に簡単に変わると、だからいいんだって言うけども、二大政党制の本場であるアメリカとイギリスっていう、アメリカの場合は共和党と民主党、イギリスの場合は保守党と労働党っていうのが、例えばイラク戦争の時には両方とも賛成だった、イラク戦争に。今イラク戦争なんて完全に過ちであったってことはっきりしてるでしょ。とアメリカの場合はイラク戦争反対という声は議会にないわけですね、二大政党とも賛成だから。だからあの時アメリカと特にイギリスですごいデモが起こったわけですよ。デモによってしか国民が意思を表すことができない。それと同じように今日本では自民党も民主党も原発推進ですよ、ね、原発断固反対というのはその他の政党になる。その原発ダメという声を議会に今の制度では反映しにくくなってるわけ。だから国会を取り巻くデモがいつまでも絶えないということ、議会が国民の声を反映してないということですね。でそういう時に、つまり民主党のようになんて言いますかね、本当子ども会みたいなね、子ども会みたいな政権でしょ、あれ松下政経塾、野田も前原もそうですね、私は松下未熟塾と呼んでるわけですけどもそういう人たちがやってる時に役人の天下なんです。政治家が未熟でありな時には役人が天下になるんですよ。だからこのダムの問題で吉村さんがちゃんとした態度を示せるかどうかっていうのは、吉村さんが役人をコントロールできるほどちゃんとした政治家になってるかどうかのまさに測る試金石になるんですね。今はどうも役人の方が食い込んでる、厄介者の役人が、だいたい国土交通省から来てるでしょ、あれ建設省って何か建設するって言うんですけどもね、私はその川辺川ダム反対のところに行った時に言ったんですけど、破壊活動防止法っていう、なんか過激な人たちを取り締まるっていうね、破壊活動防止法っていうのはね、建設省にこそ適用せよって言ったんですよ。でこれちょっと受けたんですね、地元の人たちに。だって建設省なんて言っててね、自然破壊ばっかりやってんだもん、あいつら。だからそれはもう破壊活動防止法は建設省に適用せよ、まさに今国土交通省に適用せよと。でその国土交通省から来てる人なんでしょ、今のなんか県の部長とかなんとかっていうのは。もうダメですよこんなのはね。山形県のこと分かってないんだもん、野上のことなんかさらに分かってない。私はね、さっき現地を見てきた、現地を見てきたなんて偉そうなこと言ってたんで、昔当時に行ってたとこですよ赤倉温泉とかね、まさになんかね、ちょっと不吉な予感がみなぎったけども、昔泊まったのは多分安倍四次兵ですよね、旅館なんかあまりいい方向に向いてない人なんでしょ、あまりちょっと難しい話しちゃったまだ、いやね、という噂もある、あまり大きい日の光のところでは言いたくない話なんですけど、私ね、昔寝小便がかなりひどかった、中学生になってもちょっとやってたかなっていう感じがあってですね、でおふくろがまだ酒田で97ぐらいで健在なんですけども、
心配しましてね、当時に行けば治るんじゃないかと。多分当時に行ったって治らないんだと思うんですけども、それでなんかすごくね、当時に行ってたんですよ。肘折温泉とかね、赤倉と。だからもう本当になんていうかね、複雑な気持ちでそれ以来の赤倉です見てた。でもやっぱりなんて言いますかね、失って初めて分かるんですね。これがまたとんでもない。役人に任せておくと、役人はこうなんていうかね、部署が離れれば関係ないです、責任。だからあと次の人、俺は知らねえっていう話なんですね。でも住民は離れられないんだ、そこね。福島の原発のあれがよく示したように、役人は離れられるけども住民は離れられないんですよ。でその人たちにとってですね、やっぱり孫子の代まで何を残すかでしょ。全国いろんなところに行ってますけども、上関、中国電力上関原発っていうのにずっと反対し続けてる岩井島っていうのがありまして、そこのおばちゃんたち元気なんですよ、すごく。そのおばちゃんたちが作った原発温、上関原発温度っていうのは、これがなかなかいい、ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけどね。そのおばちゃんたちが、島民の8割が反対で、毎週月曜日からこう島民、そんなに広い島でもないですけども、おばちゃんたち中心になって反対運動を展開してるんですね。でその上関原発温度がね、最後の言葉がいいんですよ。ここは孫子に残す町、原発がそんなにいいって言うんだったら東京、京都、大阪に持っていけばいいじゃないかと。自分たちはいらないと。ここは孫子に残す町だとね。やっぱりその孫や子に残す町という感覚が役人の頭にはないんですよ。住民がそれを要求しなければ。やっぱりね、そういう運動の中心に女が座った時が強いんですよ、ね、男が後ろからついていくくらいがちょうどいい。男が前に出るとちょっとろくなことがないんですよね。私なんかすぐ女の後ろに回りたいけれどもなかなか回らせてくれない。そうですよ、上の関岩井島なんてね、本当にまた明るい。そのおばちゃんたちが、私がなんかね、その破壊活動防止法は国土交通省というね、そういうところにこの適用性をひっくり返って笑ってるんですよね。そういうふうな、やっぱりなんていうか、もうここは孫子に残す町っていう、その本の、この原稿の後ろの方にも後の方にもありましたけども、筑紫哲也さんって週刊金曜日の編集員一緒にやってた筑紫さんは、大分県の日田の生まれ、日田って日常の日に田んぼの田で、日田小京都と言われるところですね、日田。あそこはね、やっぱり山奥なんですよ。でその日田にそういえば筑紫さんを山形に呼んだ時に、山形のどこでしたかね、呼んだ時に、そのここはコンビニがないのがいいと言ったんですよね。コンビニがないのがいいって。若い人はコンビニがないからいなくなるんですけども、コンビニがないからいいって言ったんですね。で筑紫さんはその開発するなというわけですよね、北の友達に。ふと北の人たち、おめえは時々なんかたまに来るからいいかもしれないけども、地元に住んでる我々はそんなわけにはいかねえんだと。
言うんだけども、まあ地球さんの言うこともなんか聞いて、開発が遅れたっていうか、開発が待ったがかかってた町なんですね、日田っていうのは。そのためにしかし日田っていうのは今小京都として観光客が来るわけですよ。あそこを開発してしまったらどことも同じになっちゃう。私がね、間違って作詞した歌があるんですよ。作詞佐高誠、作曲小室仁っていうね名曲がありまして、あまり知られてない曲ですけども佐高にある大学の東北公益文化大学学生課っていうね、タイトルがちょっと気取って横文字で I'm different っていう、私は違うと、ね、そういうのは、つまり違わなければどことも同じであれば観光客とかなんとか来ない。さらには自分たちの町に誇りは持てないわけですよ。こんなのどこでも見た町だと。今まさに最上小国川っていうのは鮎のねすごいわけでしょ。これ潰してしまってどうなる。役人っていうのはね、頭がこう全方位に回らない人たちなんです。全方位に回らないし、先のことはますます考えられない人たち。それを住民がやっぱり待ったかけないとダメなんですよ。ここはまさに孫っ子に残す町だと。じっちゃんばあちゃん、とんでもない町にしてくれたと言って孫に言われないために今何をすべきなのかちゃん。どこにでもあるコンビニと同じ町になるのか。コンビニシティですよね、まさにコンビニタウン。そうではなくて、やっぱりね、また途中で私松原あゆっていうのを食べてね、これがまたすごいわけですよね。その日田に行った時に筑紫哲也に食べさせられたあゆ思い出しましたよ、まさに。地元にいるとわからないんですよね。私なんか酒田で育って、まあ、うちは姉までが、まあ新庄で生まれてるわけですけども、それでカキ、オイスターですね、カキっていうのは夏のもんだと私なんかもう全然思ってるわけ。ところが東京に行って聞くと夏がきって言って、カキは夏のものではないんですね、あれね。でも育ったところで夏がきのこんなすごいのばっかり食べてるからね、ちっけな広島の牡蠣なんか食いたくないんですよ、それは。そういうようにいるとなかなか気がつかないものもある。実際にそう生活で育ってくると気がつかないもの。そこにやっぱりどうくさびを打ち込むのか。長良川河口関、そして川辺川ダムの話をしましたけども、私は徳島の吉野川河口関にも行きました。まあ、見事ですよね。江戸時代から続いているような河口関っていうのは、自然の摂理を生かしつつ、水が増えた時にはどういうふうに流れてっていう、こう見事に、もう声を上げたいような見事な。そういうものが絶対作れるはずでしょ。上にドーンとダム作ってしまってね、どうすんだっていう。で、先ほども申し上げたようにダムの時代は終わったと。そして川辺川ダムでは一度作ったダムを壊してるわけでしょ。それをなんか 何週
何週なんですか、何週遅れかなんかでダムこれから作ってどうすんだっていう。でね、なんかやっぱりね、山形県人ってのはやっぱおとなしいんですよね、私を含めて。そこでどうして笑い声が起きるのか理解不能なんですけども、やっぱりそのおとなしいままに押し切られていったのが福島の人たちですよ、ね、私は福島にももちろん何回も行きましたけど、とてつもない政権であり、とてつもない役人たちですよ。その人たちに対抗するときに、なんとか向こうも考えてくれるだろうではダメなんですね。孫子のためにはやっぱりここで少し万有を振り起こさなきゃならない。なんか最近ね、私の友達なんかでもね、井上陽水なんかもあまり陽水の例出すと後で怒られるかもしれないけど、待ち受け画面はね、待ち受け画面っていうの、これあまりああいうのやんないから分かんないんだけど、なんか携帯電話の待ち受け画面が孫娘の写真ですよ、陽水が。イメージ壊れるでしょ。私は今までこんなに女を愛したことはないとかバカなこと言ってますよ、本当に。これ孫のことになるとすごい可愛いんだよ、みんなね。じゃあ孫に笑われないために何をすべきかってことです。今ダムなんか作っちゃって鮎もいない、何もいないと、あそこで泳ぐこともできないというのにしたときには、じちゃんばあちゃんおめえたちの責任だと言われるわけですよ、それは。ね、私には幸い孫がいないからそういうこと言われる心配はない。まあ冗談ですけどね、そういう話になるでしょ。今日はね、やっぱり親戚の人いないからすごくいいですけども、いつか新庄で喋った時ね、釜淵から退去して 4,5 人ね、おじさんとか来てね、なかなか喋りにくいものがありましたですよね。まさにそのから寝小便のあれをよく知ってる人たちだからね、それは。まあ、知ってる人がいないところほど、まあ、話しやすいとかいうことはあるんですね。沖縄なんかで喋るとまあね、本当にもうこれが山形県人かと思うほどペラ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 喋るということもあるんですけども、そういう私がね、あえて少し、まあ、凶暴でもないな、それ凶暴でなくて、少し激しくいろんな人を批判したりするようになった動機っていうのはね、きっかけっていうのは何かっていうとね、いつか選挙があって、最近はだから私もね、よっぽどディレクターとかが勇気のある人でないと登場させられないわけですよね。わかります、言ってる意味でね、生でこう喋っちゃうから。関口博さんってのは見かけによらず勇気のある人なんですよ、あの人ね。で、よく選挙の終わって開票を見ながらこうスタジオで喋るって子には昔は結構よく出てて、でその時にある時の選挙で、自民党と公明党がまあ躍進したんですね。で各党からその一人ずつ見なきゃ、で自民党からは加藤睦っていう6月って書く岡山出身の人が来てたんですね。で佐川急便事件っていうのがあった頃です。でまだあの頃は自民党が強くて自民党一党支配、
佐川急便事件のような汚職は自民党一党支配が生んだ宿便のようなものだって言ったってことですね。宿便って分かりますか？宿便とかってやつね、説明しなくていいですよね。ロッキード便にリクルート便が重なり、その上に佐川急便が乗っかったんだと。今考えても実に的確なことを。そしたら怒ったかと思うつきがね、顔真っ赤にして怒りましたよ。で、私の方を指さしてね、それは自民党に投票してくれた人間に対する侮辱だ、謝れと言いましたよね。私もその頃若かったから、ふんってな顔して、次公明党、公明党はあの時 PKO 法案、 PKO 法案というのに例によって最初は反対する、途中で変わるというのは得意の、最後まで反対するという無責任な態度は取れないという無責任な態度で変わっていったわけです。で、当時の幹事長が変わったのではなくて成長したとご理解いただきたい。聞いたふなこと抜かしやがったから、コウモリも成長はするだろう、成長してもコウモリはコウモリだっつったんですね。これも怒られた。まあ、真っ赤な顔して公明党の二見とかいうのはね、公の党、公党に対する侮辱だ、謝れとか言いました。で、そんなことを喋ってるうちに終わった、時間が、ゲームセットですね。で、ゲームセットになったら、さっき人を指さして怒ったね、加藤の月がさっと私のそばに寄ってきた。顔は満面の笑みです。こぼれるような笑みを浮かべて、私の手を無断で握って、やあやあ佐鷹先生って言いました。今日はお世話になりました。おめえのことなんか世話して覚えない。また会うことがありましたらよろしく。あれ、こう握手のようにこうやって積むから手握られないんですよね。で、もちろんね、加藤睦月は腹の中では全く別のことを考えてるでしょ。当然この進歩的文化人の生き残り目みたいなことを考えてるに違いないわけですよ。ところが顔はとろけるような笑みですね。あ、こういうことができる人間がいるんだと私は思ったね。そして私はこういう人間とこれから戦っていかなきゃなんないんだと思った。その時に私は持ち前の溢れるような上品さを捨てたんですよ。母じゃないの。心ならずも辛口評論家になっていた、ね、相手は加藤睦月のような人たちなんですよ。役人なんてもっとひどいの。その人たちに対してやっぱり皆さん方もある程度上品さを捨てなきゃなんね。そうしないと孫子に顔向けできないようなことになるということだろうと思うわけですね。会場が静かになってまいりました。私も思うツボでございます。だから残念ながら今の流れの中で、例えば原発についてははっきりと原発反対という政党が少ない。まあ、あのね、大阪の変なあのなんかなんとかいるでしょう、橋本徹の、もう絶対の偽物ですよ、あっちのはね。見るからに分かる。ああいうのにまた
期待するんだよねってことね、小泉でも分かってるじゃないのっていう。ね、あの原発最初反対のような顔して結局関西電力になんか困されたわけですよ、簡単に。信念なんてのは全然持ってない男ですから、橋本徹なんて名前言っちゃったけどね。やっぱりその今までのやっぱりはっきりと原発に反対してきたような少数政党っていうのをきっちりと前に出さないとダメなんですね。自民党らしさ出てきた民主党っていう川柳があるんですよ。本当変わりないもんね。そういう時にどういうふうに展開していく、つまり役人というものをきっちり抑えられる政治家なのかどうか、これがこれから一番大きな問題になってくるんだろうというふうに今思うわけ。こういうふうなざくっとした話をして、それからね、河辺さんにお話しいただけば皆様方の頭もすごく整理されたろうと思うんですけども、ひとえに草島が逆転いたしまして、ということにもなってる。まあでも彼氏一生懸命ね、今後奮闘みたいに切り替えて頑張ってる。まあ吉村さんという人も十分まだね、気がつく余地はあるというふうに、まあ、信じて、おるって言いたいときに強く首を振るする人もいますから、なかなか大変ですけども、まあ、あの最上ゆかりの山形県出身者としては、皆様方が現地で真心に恥ずかしくない、なんて言うんですかね、自然を渡すためにもっと上品さを捨てて戦っていただきたいというふうに申し上げて、お話を終わらせていただきます。失礼いたしました。ありがとうございました。佐高誠先生、本当にありがとうございました。もう一回大きな拍手を。